です。ドラベカリーボンタさんに行ってまいりました。こちらのお店は新宿サブナード内にありますスープカレー、そしておにぎりのコンセプトのお店でございます。スープカレーとおにぎりということで、なかなか新しい組み合わせ。そして、おにぎりのこちら、実はおにぎり専門店ボンタボンタさんという、お店の新業態だということで、普通のおにぎりもありつつ、そのカレーに合うおにぎりもありつつということで、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらがメニュー表。ハンバーグや唐揚げ、チキンレッグなど10種類のスープカレーに、ライスはスープカレーに合うようにターメリックおにぎり、普通のライスやその他のおにぎりも数種類、辛さを選べるスタイルで自分好みにカスタマイズ可能。本日注文したのはこちら、米粉の唐揚げスープカレー辛さ3辛プラスでおにぎりを3つ注文。おにぎりは天白のおかかクリームチーズにターメリックインクリームチーズ、それに高級すじことがっつり注文で本日もいただきます。まずはスープカレーのスープから。和風感たっぷり、しっかりだしの効いたスープカレーで本日もうまし。そしてまずはターメリックインクリームチーズのおにぎりを割り、そのままスープカレーにダイブして食べてみてもいい塩梅で、この大きめの米粉の唐揚げ、外はサクサク中ジューシーで旨味たっぷり最高です。さすがおにぎり専門店の新業態だけあって、おにぎりはさすがのクオリティ、高級筋子の美味しさに焦点しつつ、天白のおかかクリームチーズもそのままいっても美味しく最高のおにぎり。おにぎりを口に残したままスープをちょろりと飲んでみるのもいいマリアージュです。もちろんカレーにも具材たっぷり、野菜たっぷりで食べ応え十分。さすがにおにぎり3つとなるとお腹パンパンでした。最後はおにぎりをスープカレーに浸して食べてみたりと、いろいろ試しながら食べれる一品、カレーとおにぎり両方楽しめる幸せ。本日も完食ごちそうさまでした。まさに和食。朝早くからやられてまして、朝もいただけるということでね、さすがにおにぎりとお味噌汁的な感じでカレーのスープカレーもいただけるという感じ、そしてお昼は普通にスープカレーとおにぎりをいただけるという感じになってました。おにぎりの方はもちろんのこと、カレーも美味しかったですね。和だしの効いたしっかりだしの感じもありつつ、お調子だったこの米粉の唐揚げスープカレーですか、そちらいただいたんですけども、唐揚げもうまかったですね。それとおにぎりでもいけますし、おにぎりとカレーもいけますし、浸しても食べれますし、このクリームチーズがねいいアクセントになってたりだとか、もう普通に1個ただただ食べたい、筋子のね、高級筋子のおにぎりいただいたんですけど、それもまあうまいということで、ちょっとねなかなか面白いお店だなと思いました。濡れずにもいけますし、地下にありますサブナードね、よく知ってる方なら場所すぐ分かると思います。いやなかなか、辛さねちょっと辛めに、気持ち辛めにしたんですけど、個人的には全然辛くなかったので、もうちょっと辛み上げても面白いかなといった感じになりました。ちょっとね皆さんもおにぎり、美味しいおにぎりとカレー行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆さん、また次回、バイバイ。